必見。はい、筋コーヒーの森です。本日はオペレーションに関する検証を行っていきたいと思います。以前ですね、まだサンド系が導入される前なんですけれども、ステア、スピンなどこういろんなオペレーションであると思うんですけど、そういうのを取り入れてみたらどれくらい数値が変わるかって、ブリックスの測定を行ったことがあるんですけれども、それのですね、サンドバージョンっていうか、サンドを取り入れて、でそれがどれくらい変化するかっていうのを見たいという声があったので、今回ですね、そちらを再検証していきたいと思います。で初回なんですけれども、その中でも、特に反響のあった、土手ですね、コーヒーって注いでいくと中心にコーヒーを注いでいって、土手を残しながら、入れるようなオペレーションを、内田は推奨してるんですけれども、その土手を崩していった場合と、フィルター面にこうお湯をかけて洗うような作業ですねが入った場合と、それが入らずに土手を作ってそのまま抽出を終えた場合で、どれくらい差が出るかっていうところを、検証してみたいと思います。でブリックスに関しては土手を崩した方が確か上がったような結果が出たと思います。だサンドに関しては、変わらないのか、それとも、意外とですね、攪拌だとか、浸水時間に対するところとか、すごくですね酸味に影響出るってことが分かっているので、意外とここで変わっていく可能性もあるので、そこをですねちょっと調べてみたいと思います。で今日の、抽出の条件としては、羊コーヒーの、いつものオペレーションに土手を残すか崩すかっていう2パターンに分けて検証したいんですけれども、それ以外の、オペレーションは、変えずにやっていきたいと思います。なのであくまでも、うちの羊コーヒーのオペレーションに、取り入れてみたっていうような、コンセプトでやっておりますので、ご了承お願いします。では始めていきますので、よろしくお願いします。はい、それでは実験スタートします。今日使う豆なんですけれども、パプアニューギニアのシグリ農園で、こちら中入りの豆で、苦味と酸味のバランスすごくいいコーヒーなので、こちら使っていきたいと思います。でレシピ、おさらいなんですけれども、12g で、下に 150cc 落とします。で、蒸らしなんですけれども、蒸らしは入れたいと思います。で蒸らしの後に、土手を残すか、残さないかっていうような感じでやってみたいと思います。でお湯の温度が88度ですね。ではスタートします。はい、それでは抽出スタートします。まずですね、普通の入れ方で入れてみたいと思います。土手を残す方法ですね。蒸らしは、30秒間入れたいと思います。真ん中にこうゆっくりと、お湯を落としていきます。でフィルターの効果の、一つとして、見てもらうと分かるんですけれども、ちょっとですねコーヒーの成分を吸ってるんですよね。でこの成分が何を吸ってるのかっていうのはこれって分からないんですけれども、多分ここで吸ってる部分って結構大事になってるんだと思うんですよ。で土手を崩すと、この辺りの吸着、自然に吸着していった部分も、流れで出す可能性があると考えると、ここに吸着したものが下に落ちた方がいい成分なのか、ここに留まった方がいい成分なのかっていうのはすごく重要だと思います。で土手を崩すっていうことは、多少フィルターにもこうお湯をかけていくので、こういう部分をこう洗い流すじゃないですけど、そんな効果があって、で前回の測定だと確か 0.05 ポイントくらい、平均値取ってると思うんですけれども、差が出て、ブリックス的に言えばそこまで大きく違いは出なかったんですけれども、味の面で確かちょっと雑味が乗ったような記憶があります。なので多分ペーパーに吸着していく部分っていうのは、色もついてるっていうところを考えると、ちょっとですねこう渋み成分とか多いのかなとは思います。もちろんそれだけじゃないと思うんですけれども、はい、では抽出完了しました。はい、それでは
土手を崩して注水したいと思います。はい、ではスタートします。村島では同じオペレーションをしていくので、この段階で吸着割ると、で土手を崩すときに、まあさっき、まあ全体でオペレーション2分くらいはかかってるので、条件としてはなるべくこう2分くらいの抽出時間でやりたいと思うので、まあ中心から注いではいくんですけど、こんな感じでなるべくですね、あのゆっくり注いで同じぐらいの時間になるようにしようと思います。こんな感じで、であのお湯と豆の接触機会はなんとなく増えそうな気がするの でその接触時間とか接触機会に酸度のパラメーターがちょっと依存してるんじゃないかなみたいな、あの実験の結果があったので、もしかするとこの実験で酸度上がってくるとちょっとなんかそのあたりが分かりやすくなるのかなと思います。土手を残さないこうフリースタイルな感じですね。なんかこの後半になってくると、なんとなくこう土手を残さなかった時の方がお湯の抜けって悪くなっていく気がするんですよ。なので多分こう洗いたくなると思うんですよ、このオペレーションの人って。こう抜けが悪くなるんですよね、すごく。はい、約2分くらいで抽出できました。では測定していきます。はい、測定していきます。まず通常通り抽出したものを測定していきます。はい、ブリックスが 1.62、 TDS が 1.29 です。はい、酸度が 0.80。 はい、続きまして土手を崩したものを測定していきます。はい、ブリックスが 1.71、 TDS が 1.36 です。はい、酸度が 0.82 で、前回よりも、ブリックスの値が、かなり大きく出ましたので、もう一サンプル取ってみたいと思います。でこちらが、さっきの土手崩しと全く同じようなオペレーションで入れた、サンプルです。でこちらも測っていきます。はい、ブリックスが 1.69、 TDS が 1.34 です。はい、酸度が 0.82 です。以上で測定終了です。考察していきます。はい、実験終了しました。結果はこのようになりました。通常のものからいきますと、ブリックスが 1.62 で、土手崩しのサンプル1番が 1.71 で、サンプル2番が 1.69 というところで、土手崩しの1番と2番で結構ニアな値が出たので、それなりに信頼できる値になったのではないかと思われます。で TDS が 1.29、 1.36、 1.4 で、ここから収率を求めると、通常のものが 16.1%、 まあ普段のうちの収率くらいのコーヒーかなと思います。で土手崩しをした場合は 17.0% と 16.75% っていうところで、まあ 1% は増えてないんですけれども、かなり増えたかなという印象があります。で酸度を見ても 0.80、 0.82、 0.82 と、上昇の傾向が見られました。で一度ちょっと飲んでみたいと思います。こちらが通常で入れたものですね。はい、でこちらが土手を崩したもの、サンプル1番、サンプル2番。うん、結構違いますね。特に渋みに関するところがかなり違うと思います。全体的な、まあ、濃度は一緒ですし、味の構成とかもそこまでこう際立って違うなっていう感じはしないんですけれども、渋みに関するところだけは圧倒的に土手を崩した方が出ていると思います。で、前回はもうちょっとブリックス差って、少なかったと思うんですけれども、前回のオペレーションと今回のオペレーションをちょっと見比べてみたら、前回って多分1分半くらいで抽出が終わってると思うんですよ。で今回は通常のものになるべく合わせようと思って2分間くらいを目標にして、抽出タイムを気にしながら落としてみました。なのでこうガーッと注いでぐるぐるかき混ぜてっていうよりは、いつものオペレーションの注ぐ位置だけを変えたみたいな感じでオペレーションが進んでいったと思います。で、浸水時間の実験からいくと、大体ですね2分間を超えたぐらいのところから急激にブリックスが上がるような傾向が見られているので、前回は1分半で終わっているので、
その豆との接触機会が非常に少なくてブリックスが落ちていた。でも今回は2分を超えたことでブリックスも上がってきて、で条件としては通常のものに揃ってると思われますので、まあ土手を崩すっていう行為がもうちょっと、カップに影響してたのかなと思いました。でさらに同時に、まあ、その接触期間も長いですし、サンドにも、影響を与えてるっていうところですかね。で、接触機会が長いっていうのは実際ですね、こう豆が遊んだりとか、その豆の自由度ですかねが非常に高いので、お湯と接触する機会が増えたんだと思います。通常のものは基本的には毛細管現象で、中心に落としたものが伝って、そこからサンドが溶け出して落ちていくので、そのあたりで土手崩しをした場合は、サンドに与える、パラメーターがちょっと上がるというところが、考えられます。はい、という感じで今日はですね、以前やった、オペレーションをですね、もう一度測定し直しというところでやってみました。サンドっていう値が入ったことで、まあ、ちょっとこう考察も深まりますし、今回みたいに前回の知識を持ったままやり直すことでまた新しいですね、こう発見だったりとか、過去ちょっと定量的じゃなかった部分というのに気づけたりするので、このままですね、他のオペレーションも試していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。